て、栃木のジャイアンツの皆さん、地元のヒーローを大歓声でお迎えください。今日のヒーロー、あの場合のお立ち台で地元でこの大歓声を聞いてどうなりましたか。これ投げると決まってから、ここに立つことを目標に1週間やってたんで、本当に嬉しいです。前回タイガース戦で完封勝利のため、その流れが続くかのように7回ゼロを積み重ねましたね。本当はね、野手の皆さんや中継なんかは、移動してきつかったと思うんで、感動できれば一番良かったんですけど、今日自分ができることはやりました。ご自身の今日のストレート、あるいは変化球、その手応えはどうだったんですか。まあ良かったですし、小林がうまくリードしてくれたと思います。そんな中で今日はランナーを置く場面もありましたけれども、特に3回と5回、4番のロサリオ選手を三振に仕留める、あのあたりは圧巻のピッチングでしたね。まあタイミングでホームランを打ってるバッターだったので、調子っていうのはミーティングで上がってきましたし、なんとか抑えることができてよかったです。今日も完封があるのかなとファンの皆さんも期待している中ではありましたけれども、リリーフ陣もしっかりとリードを守ってくれましたね。そうですね、中継の方にすごい迷惑をかけたんで、次はしっかり完投できるように頑張ります。今日は味方が点を取ってくれた後も6回7回としっかりと抑えました。このあたり前回の完封からいい流れが来てるんじゃないですか。まだ次にできればいいと思いますし、次にしっかり頑張りたいです。また次の登板に向けて一言地元のファンの皆さんにお願いします。そうですね、僕も栃木で育ってこの球場で、思い出がある球場だったので、すごい投げても楽しかったですし、温かい声援を、ね、すごいいただいたので本当にありがとうございます。